今日は前髪の作り方です。まず前髪は希望や長さを問わず左右対称に切る場合には左のセクションは自分が左位置、右のセクションは右位置、必ず人間が立っている側から切りますとどうしてもラインがばらつきやすいということがありますので、左のものを切るときは左位置、そして乾いた後に浮いたりすることを考えて、なるべくでしたらドライカットでセンターからノーマルな形で切っていく場合、指の上で刃を固定させて切るんですが、一線目は今の、中でアバウトなラインを作ったら縦にも動きを作るように入れておきます。そしてインナーは少し動きを入れておいて、2列目3列目はそこにかぶすようなカットをします。もちろんスタイルやお客様の好み等に全て関係はしてくるのですが、一番ベースになってしたいのは眉尻よりも中、このちょっと遅れ毛が多くなるポイントですね。これよりも外にしてしまうと顔の幅が大きく見えますので、それと奥行きを考えながら切っていくといいと思います。で、今ちょっと左だけ終わりましたけど、まあ右も同様に切るということ で、もしもこうした場合にその方のお客様の浮きとかこの広がり毛流を見るんですが、もう少しそこに形を少し滑らかにしたいときには、一つの方法としてラインは変えないで、このラインに対して少しチョップカットで、ラインは一緒でこういう入り組みの部分をなくすチョップカット、もしくはハサミを縦に使い少しずつ切っていく、そういったカットも必要だと思います。今回前髪で一番注意したいのは、同じ場所側に立ってちょっと面倒でも体の位置も変えたいことと、このポイントの外のポイントを眉尻よりも中に置きたいことと、もちろんすごくショートバングスとかいろんなスタイルには対応してですが、まあ浮きを見て切るということ、それとインナーの方を中の方を少し浮かせたり、中をチョップカットやこういったことで中を動かすようにする、まあ、前髪のそういう切り方の一つです。